大鼓寺城は、青森県平川市大鼓寺にあった、日本の城。憲法5年、平賀軍艦館に、総集蘇我市一族、平広忠が自童代として入部、蘇我市を名乗る。その後、蘇我市は大鼓寺の本家と岩立の分家に分かれた。しかし、大鼓寺の本家は、北朝方、岩立の分家は、南朝方につき、同族での争いが始まった。その後、 戦国時代には、滝本重之が入った。しかし、広崎城追記の際破却された。また、日向橋市内には、高畑城、沖立城をはじめとする、出城の跡が多数ある。なお、大閤寺城は、追記機によって、大閤寺、古立、大閤寺新城、大閤寺五日市間に分かれる。なお、大閤寺城は、全文にて挙げた三つをまとめて記述した文献が多い。ため、 信憑性に欠ける部分もある。大閤寺地区北、観音堂があるあたりと言われている。11世紀初期、蘇我道成によって築上される。昭教2年、鎌倉幕府が滅亡、北条一族の足立高景と、名古屋次女が逃れてくると、大閤寺、蘇我道成はこれを受け入れたため、岩立蘇我道成や成田、田康次工藤貞幸によって攻め込まれ、大閤寺城から、石川城、持ち、 宿り機上に逃れたが敗れた。剣武の申請後も大鼓寺上司として生き延び、足利高氏の命を受けた、曹州蘇菓氏と共に、南朝の根城、南部氏と戦い、根城まで攻め入るも敗れた。その後、根城、南部氏の攻撃を受け大鼓寺蘇菓氏は滅亡した。これにより、大鼓寺古建では、廃城となったものと思われる。城は小高い丘に作られた平城。現在、 畑などとなり、遺構は破壊されている。城址は、受け持ちの神社周辺の東西約300メートル、南北約250メートルの三角形の範囲である。大鼓寺の北西にあり、川に囲まれた土地にある。大鼓寺蘇我氏滅亡後、略王元年、藤崎城城主の安藤秀光は、拠点としていた十三港が大津波に襲われたため、安藤次郎左衛門秀光は、 大光寺の五日市間に築城。大光寺市を名乗る。その後、大崎城主である、欧州葛西市分流、葛西頼清が大光寺へ来て、その娘をめとったため、大英年間に大光寺城主になる。影響年間、南部森行きに攻められ、南部市の支配下となった。大光寺、三村井にある平次郎。大光寺が南部市の支配下に入ると北た愛が入り、 その後、滝本重幸が城主となった。城下家、数九十軒、国高一万五、六千国を誇り、田舎建城、浅瀬岩城、荒谷城、尾崎城、高畑城、沖建城、乳井城、杉間、三爪内城を廃下に置き、津軽三大名の一つであった。その後、親愛の子の北三成が亡くなり、この時、三成の子、六郎と七郎は、幼少の、 重ゲが貢献した抗時に残った。天正三年夏、大浦た信が4000人もの大軍を率いて攻めて、きた。第一陣は、入ュー清一丁伝の武器よら700、第二陣は、小笠原の武器よ、桜場信ぶら800、森岡信元金平綱なら旗本船、さらに船特製し、火災事部を配置する大軍であった。しかし、上代、 滝本重行が七百の手勢を率いて、本人に切り込んだ。大浦亀信は、馬の足を泥田に取られるも、近所の起点によりづらくも、窮地を脱し、堀越城に逃げ帰った。しかし、天正四年正月元旦、新年の祝賀中を、大浦亀信に帰襲され、市場の尾崎城、荒谷城などと共に落城し、滝本重行は南部に蓄天した。三成の子。 六郎と七郎は、機内に察し、天正七年七月、滝本重行、北畠謙足らと共に千人の兵で、津軽に侵攻した。乳井茶臼館、乳衣城を奪取、沖立城を攻撃したが、白型の反撃で敗れる。その間に、大浦亀信は兵を集め、六は川流域で衝突し、激戦を繰り広げた。一時は亀信本人まで突入したが、 六郎が討ち取られ、諸将は、比内へ蓄転した。天正十年には、入院官主、入院賢気よが上司となる。慶長四年、津軽ため信の,の娘婿津軽立博氏が上司となるが、翌年対抗事情を去る。慶長十二年、ため信の,の死後に起こったお家騒動の際、津軽立博氏らが立てこもったが、鎮圧勢に攻略されている。慶長十五年、広崎城追記のため破壊され、 建材が利用された。また、広崎城吉光門は、大閤寺城の追って門を移築したものであり、本丸御殿の乱馬は、広崎の先行院に使われた。大閤寺から広崎に移転した広崎市、新町西岸寺の鶴亀門も大閤寺城のものを移転したとの伝承が残る。本丸、二の丸、北の角、東角、小立で構成されている。現在は、堀は埋まり、 土井は崩され、宅地あるいは畑となっている。ありがとうございます。